こんにちは、こじこじです。今回はソースネクストさんの提供でこちらの翻訳機ポケトークを使って秋葉原の街にいる海外の人にちょっとお声掛けさせてもらってお友達になれるかね、検証したいと思います。土曜日の昼下がりの秋葉原、必死にそれらしき人にアピールするこじこじだが、本当にこんなことでインタビューはできるのだろうか。 Excuse me. I'm YouTube video creator. Interview OK? はいはいはい、はい、とその前にソースネクストのポケトークについて紹介します。こちら翻訳機ということなんですけども、キャッチコピーが翻訳機を超えた夢の通訳機ということで、すごくね期待が持てますね。通訳機ということで、肝心のマイクに関してはノイズキャンセリング機能を搭載した内蔵デュアルマイクということです。しっかり音を拾ってくれそうです。ポケトーク本体なんですけども、ツヤのある加工になっていて、カラーなんですけども白と黒があるそうで、ソースネクストさんは白がおすすめだそうです。中身の方はポケトーク本体、取扱説明書、スタートガイドと充電用の USB ケーブルになっています。ポケトークのサイズ感なんですけども、手のひらにねすっぽりと収まるサイズ感になっています。こちらに iPhone 8あるんですけども、サイズ比べてもねこのような感じで、非常にねコンパクトにまとまっています。外観に関してなんですが、液晶、上下左右真ん中の決定ボタンのタッチパネル、下の部分にはこのような充電コネクタとイヤホンジャック、そして後ろ面には SIM のスロットがあります。 SIM を挿さなくても Wi-Fi などをつないで使用することができます。こちらには電源ボタンがあります。それでは早速電源を入れます。長押しで電源が入ります。起動するとこのような画面が表示されます。右ボタンを素早く2回タップすることで言語を設定できます。このような感じで63カ国に変換することができます。使い方としましては、こちらのボタンを押すことで日本語を英語に、こちらのボタンを押すことで英語を日本語にすることができます。それでは早速ポケトークに日本語を英語に翻訳してもらいたいと思います。こちらを1回タップします。何かお手伝いできることはありますか？ちょっと僕が意図した英訳とは違うんですけども、何か手伝うことはありますかといった英文になっていると思います。またバッテリーに関してなんですが、上ボタンを2回タップすることによって、こちらにね小さくバッテリー容量が表示されているのがわかると思います。このポケトークには 2000mAh のバッテリーが内蔵されており、連続6時間使用することが可能だということです。業務で使用する場合はお昼休みなんかがあるので、その時充電すれば業務時間8時間十分使えると思います。それでは秋葉原のこじこじはどうなったのだろうか。 Why do you come from 秋葉原？学生認証通。ああ。野田。野田。はい。と一番。千葉県。野田。はいはい。武神館。文神館。文神館とは日本の古武術道場。忍術、体術、武器術と幅広い武術を教えている。秋葉原で思い出はできましたか？今。Today. Yeah. Excellent. Good city. Thank you. どうも。インタビュー OK? 今日は何しに秋葉原に来ましたか？我は来買い物。私は買い物に来ました。ショッピング。はい、何を買いに来ましたか？ What? アニメグッズ、エレクトリックグッズ、アニメ、アニメブックス and ブルーレイズ。おお。フェイトシリーズかな。ひな祭りが好きです。ひな祭り、はい、インタビュー OK? お、
今日は何しに日本に来ましたか？Ah, actually, I live in Japan. 日本で住んでますよ。日本語めっちゃ話せるんですね。Sorry. Ah, it's okay. Yeah, but English is okay. ということで、あえて英語で日本のアニメについて話してもらいました。So, Europe is very popular for anime, and America is also popular.But Europe has a bigger country, so there is more fans. ヨーロッパはとても人気があり、アメリカも人気がありますが、ヨーロッパはもっと大きな国です。何これ？今日は何しに秋葉原に来ましたか？ Why did you go to Akihabara today? すごい。すごい。やばいね。Thank you. Ah, no problem. ありがとうございます。Ah, no problem. ごめんなさい。ありがとう。楽しかったです。本当に。ということで、今回は秋葉原で2時間、何名かの、ね、方に、ね、お声掛けさせていただいたんですけども、僕の英語、つかみのね、excuse me が下手くそなせいか、ちょっとね、no みたいな感じでね、断られちゃった方もいるんですけども、普段だったらね、絶対海外の方にね、声なんてかけようと思わないと思うんですよ。ただ、ポケトーク、翻訳機があるおかげで、まあ、さすがにこれを使えばね、どうにかコミュニケーション取れるだろうというね、安心感があるから少しね、気軽にね、声をかけることができました。また、スマートフォンでもね、ぶっちゃけね、翻訳機的なね、ソフトはあると思うんですけども、ポケトークのいいところは、出してね、すぐ使える。そして、もうね、操作が簡単なので、機械音痴の方でもね、スムーズに操作することができるといった点ですね。また、海外の方、ポケトーク自身にね、食いついてる方がたくさんいらっしゃいました。ちょっと昔の日本のイメージって、技術立国ってイメージがあったと思うんですよ。まだそういうイメージをね、持ってくださってる海外の方いるみたいで、やっぱりね、ポケトーク見て、何なんだこれはみたいな感じのね、対応をしてくれる方がいて、ポケトークがあることでお話が盛り上がりました。最後までご視聴ありがとうございました。近年訪日外国人が右肩上がりで増えているとね、ニュースなんかでも聞くんですが、これからオリンピックがあるということでね、さらに訪日外国人の方は増えていくと思います。僕みたいに潜在的に海外の人とお友達になりたい、英語が喋りたいという方は多分たくさんいらっしゃると思います。ただどうやって海外の人と友達になったらいいかわからない。そんな時にポケトークがあるとちょっとね、安心して、海外の方にお話しがけができたりして、お友達ができるんじゃないかと思います。この動画が面白かった、参考になったという方は、グッドボタン、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションが上がります。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。